今回のワシントンでの日米首脳会談、日本にとってはどんな手応えだったんでしょうか、安倍総理に同行して、G7 が行われますカナダのケベック市に入りました、政治部の安間記者です。アンマーさんはい首脳会談に同席した政府関係者は、会談はパーフェクトだったと、その成果に胸を張りました。 そもそも日本政府の中にはトランプ大統領が来週の米朝首脳会談で拉致問題を本当に議題として取り上げてくれるのかという懸念があったんですそこで安倍総理はわざわざワシントンにまで足を運んでトランプ大統領に最後の念押しをしたわけですが同席者によるとトランプ大統領は身を乗り出し時折うなずきながら安倍総理の説明を聞いていたということです 結果としてトランプ大統領は記者会見で絶対に拉致問題を議論すると話しいわば現地を取った格好です政府関係者はさまざまなことをすり合わせることができたとも話しています日米で温度差があると見られていた非核化をめぐるプロセスや制裁解除の考え方などについても具体的な議論が進んだとみられますただ 実際に米朝首脳会談がどうなるかは予断を許さない状況で日本政府は関係者をシンガポールに派遣して情報収集に当たる方針です。